こんにちは、ブルーホースです。今日は感情的なタイプについて語っていきましょうぜっていう話ですね。感情的なタイプって言いますよね。で、これって実は縁起なんじゃねっていう説もあるっていうことなんですね。で、感情的な人って何かっていうと、まあ男女とも一度スイッチが入ったら、怒りに怒ってもわめき散らかして、もう収まりが効かない人がいる。っていうパターンあったりしますよね。なんかもう一度スイッチ入ったら、もう俺はこう思うんだからこうなってて、私はこうなのよ、うわーみたいなタイプで、実はそれってそういう性格なのじゃなくて、そうしたら自分の意見がまかり通るから演技でそうしているだけかもしれないよっていう話なんですけど、今日はそのなんか問題を起こすような人たちじゃなくって、どちらかっていうとどうコミュニケーションを取ったらいいのか、相手の感情がわからないとか、人とコミュニケーションを取るのが苦手だなっていうタイプの人のに向けて、まあ、ちょっと解決になるような、まあ、一つ手になるような、そんな話を今日していきたいというふうに思います。で、コミュニケーションと題してですね、発達障害とかコミュ障っていう言葉っていうのは、まあ、だいぶこう結構広く知られるようになりましたよね。ただそれってなんかその中身を知って、そのいう人たちにどう接したらいいかっていう、こう救いの手を差し伸べるというよりは、どっちかっていうとなんか、あいつコミュ障だよねって割と悪用されている印象はあったりするんですよね。会話中にちょっとと思ってしまうと、お前コミュ障かよとか、まあ、全体的にテストの平均点より少し下回っているだけで発達障害なんじゃんっていう風にレッテルを貼られたりとかっていうようなことですよね。こういった悪用されていると。で、人によっては飲み会とかお祭りみたいなね、賑やかでコミュニケーションを必要とされる場っていうのが、まあ、嫌いっていう人は少なからずいると思うんですよ。僕も飲み会大嫌いでしょ、お祭りなんか絶対ご法度っていうタイプなんですけど、そこに参加しないとかうまく話せないからって言ってコミュ障でも発達障害でもあるわけじゃないんですよね。別にそう決めつける理由が分かんないですけど、だったらどうしてそう思うのか教えてって言って、そのなんか診断書か何かあるのみたいな、基準あるのって教えてっていつも思うんですけどね。で、そもそも、じゃあ、人間大好きとか、コミュニケーション最高って言う人って、そこまで多くないんじゃないのっていう話ですよね。で、鬱憤を晴らすために酒を飲み散らかしているだけなのに、その場にいないからとか、盛り上がってないからっていうので、コミュニケーションが、に障害あるよって、コミュ障だぜお前はって言われたら、たまったもんじゃないですよね。そんなの知らないよっていうことも、まあ、人によっては言いたいけど、まあ、なかなか言えないっていうタイプの人いますよね。で、続いて忖度バカっていう話なんですけど、まあ、こういう忖度バカっていう本があるらしいんですね。で、その中に書かれているのが、まあ、アスペルガーっていうね、聞いたことあるかもしれないですね、っていう、まあ、一つのことに没頭するタイプの人なんですけど、共感が苦手っていうふうに書かれているんですよ。で、こだわりが強かったりとか、変化が逆に苦手だったりとか、で、感情とか空気も読むことができないので、言動もまあ結構自己中心的だっていうふうに思われる人が平気でいるんですよね。で、言動も自己中心的だなって思われることを平気で言うタイプだったりするんですよ。で、僕の知人にもアスペルガーの人がいたりするんですけど、まさに上述の通りのタイプなんですよね。めちゃめちゃこだわりが強いと。で、もう空気が読めないですよね。僕が小さい頃に、まあ、その人は僕の父親くらいの年齢の人なんですけど、僕がね、もう嫌だって言ってるのにね、尻噛んできたりとかね、全然空気も感情も読めてね、だって子供が泣き叫んでるのに、それでも嫌がってるにもかかわらず尻噛んでくるってどんなやつだよってタイプですよね。で、アスペルガーと診断された人なんですけど、これはとある男性の話なんですが、コミュニケーションは苦手なんですけど、そうは言ってもやっぱり人と関わらなくちゃいけないので、まあ、なんとかしようっていうふうに努力をしたんですよね。で、感情を共感することはできないと。相手が喜んでんのか怒ってんのか泣いてんのか分かんないけど、共感したように見せる会話っていうのを心がけてみたと。そうすると少し会話自体は遅くなる、ちょっと不自然な感じになったんですけど、言葉を選びながら喋ることで人間関係っていうのはそれぞれとちょっとずつ良くなったそうなんですよね。まあ、こういう努力が必要だって話なんですよ。で、アスペルガーの人って実は専門性にすごく優れていて、特定の能力に長けている傾向があったりするんですよ。だから勉強がよくできる人なんかにアスペルガーの人がいる傾向っていうのはあったりします。だから医者とか弁護士といった一定の知識を持ち合わせなければいけないけど、でも現場では人との、ね、関係が重視される、ね、患者さんとのコミュニケーションとか、それから依頼人とのコミュニケーションが必要とされる仕事ですよね。で、こういった仕事に就く可能性っていうのは高くなるんですよ。で、能力の両端を担うなんとも難しい話ですよね。医者としての知識とか弁護士としての知識っていうのを持ち合わせてるけど、コミュニケーションに難を抱えているっていう、なかなか厳しい仕事だったりしますよね。はい。で、まあ、振る舞いっていう話なんですが、コミュニケーションが苦手な人であったとしても共感しているように見せる振る舞いを訓練すれば身につけられるよっていう事例があるという話なんですね。で、人間の心っていうのは
大きく4つの機能があるというふうに言われたりしてます。これはまあ小説の中で言われている話なんですけど、ね、論理感情直感感覚っていうもので、論理感情っていうのは合理的な話なんですよ。で、何かっていうと、起こることとそれに対する反応に明確な理由と関係性、因果関係があるということなんですね。何かまあ物事が起こりました、それに対して怒るとか笑うとかっていうのは明確な理由があるということなんですよ。例えば漫才を見て笑うっていうのは、その漫才のツッコミとボケが、ボケとツッコミが面白いからっていうことですよね。で、直感と感覚に関しては非合理的機能と言われてて、次にどういう動きが起こるか全く予測がつかないものなんですよね。だから何が起こっても、なんか人によっては笑うとか怒るとかっていうのが全くわけがわからないみたいなものです。で、人間の感情っていう話ですね。はい、マズローの五大欲求に代表されるもので、人から認められたいとか求められたいってね、反対に攻撃されたら、攻撃されたりとか蔑まれたら反撃ブク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 っていうね。で、あるいはあなたのこと好きなんですっていう風に好意を感じたら、こちらもうん、僕もあなたのことが好きっていう風にね、好きになるということで、これっていうのはその攻撃するとかね、好きになるとかって感情を欠落していたとしても、相手の感情を真似することで同じ感情を味わうことっていうのは可能なんですよ。だから相手から与えられた感情を自分がそれをまあ模倣する、真似をするっていうことで感情を味わうことは可能なので、ここにその感情とか人とのコミュニケーションに対して難を抱えている人の訓練の余地があるんじゃないかっていうことが今日の話になるんですよね。ようやく6分半経って言ってくるんかいってことなんですけど、まずパターン知りましょうっていうことです。何かっていうと、どういう場面でどういう反応をするかっていうのを予測するんですよ。相手の行動反応の結果を見て、自分が取った行動とか発言が間違っていれば修正しましょうということです。まあ要は鏡のように動くイメージですね。鏡ってまあ行動だけかもしれないですけど、そこにどんな感情が潜んでいるのかっていうのを予測してみましょうということです。で、本物の感情と見分けがつかないものにだんだん仕上がっていきます。相手が怒っている時に自分も一緒になって怒るとかねっていう風になると、見分けがつかないくらいに仕上がっていきます。そうすると相手は共感してくれてるなっていう風に思ってくれるようになってくるというところです。で、感情のない人間なんていないんですよ。どんな人でも喜怒哀楽ってあるんですよね。ところが共感力が低い人もいれば、自分の感情が今怒ってんのか泣いてんのか笑ってんのかっていうのがよくわかんないっていうタイプもいるんですよね。で、そういうタイプの人っていうのは、こんな場面では笑った方がいいとか、こんな時は怒るべきかっていうふうに意識的に感情を表に出すっていう訓練をぜひしてみましょうというところです。で、人間は他人と一緒じゃないと生きづらい世の中であるのは間違いないですよね。で、人とコミュニケーションを取らなくても別に生きていけない世の中とは言えないと思うし、もうね、ネットが発達してますから、アマゾンとかね、楽天とかにその食材とか頼んでしまえば、その宅配をしてもらう人とちょっとやり取りをするだけでもう生きていくこと自体は可能だと思うんですね。ところがやっぱりある程度の関わりを持たないと精神的にも良くなかったりするんですよ。ただそうは言っても、どうやって人と関わったらいいのかがわからないっていう人もいるんですよね。で、我々っていうのは小学生くらいの頃から机に向かって教科書を読んだり問題を解くっていう訓練をさせるんですよ。ね、まあそれってある種そのなんて言うんだろうな、まあ奴隷を作る。いや、これは避けときましょう。で、まあ、同級生との会話に関しては本人たちに任せて終わりっていう教育ですよね。まあここに関して教育が入ってないっていうことなんですけど、で、唯一なんかそういう人のことを考えましょうみたいな道徳の授業っていうのもあったりするんですけど、あくまで心構えを教えつけるだけなので、もう実践の場ってないじゃないですか。だから僕たちっていうのは学んだことをアウトプットして賢くなって柔軟性や応用性っていうのが身につくのに、そもそも人とのコミュニケーションについて真剣に学ぶ場がないから、持ち合わせている性格とか人間性でどうにかするしかないっていうところなので、なかなか厳しいんですよね。だからコミュ障だとか発達障害だって言われるような人たちが出てきてしまうのは、そもそもそういう学ぶ場がないからっていうのも一つ問題なんじゃないかなっていうふうには思ったりはします。じゃあそういう人たちに対して打つ手として提示できるのはこういうことなんですよね。自分がどうやって感情をあらわにしたらいいかわからないから、まずは人があらわにしている感情っていうのを真似してみることから始めてみましょうということです。怒ってるなら一緒に怒る、泣いてるなら一緒に泣こう、笑ってるなら一緒に笑うっていう風に、考え方によっては上に書いてあるね、感情なんていうのはなくて、周りに合わせて感情的に振る舞っているように見せるっていう、そういう術を身につけているだけだっていうふうに思えば、まあ僕は別に人真似でもいいんじゃないかなっていうふうには思います。なんか自分の感情を素直に出しましょうとかって言っても、それが苦手な人を無理やりやるんじゃなくて、まずは真似から始めていけば、なんか自然と自分の感情が出るようになるんじゃないかなと思えば、別に僕はその手段でもいいというふうには思います。で、僕個人の話で恐縮なんですけど、結構笑いのツボなんかずれてるっぽいんですよね。あとはまあ僕短期
なんですぐに怒ったりするんですけど、まあ、それはいいとして、みんなが笑うところで何がおかしいかわからないんですよね。なんでこれこんなことで笑いが起こってんだろうっていう、頭おかしいんじゃないのって思うこともあるんですけど、逆なんですよね。僕が頭おかしいみたいですで、だから反対に自分だけが笑っていることがあるということなんですよね。だからなんでお前そこ笑う場面おかしいぞって、なんかね、新社会人になった時にこう言われ続けたことがあるんですけど、逆にこれで笑わないのはなんでなんだろうなって疑問でしかなかったんですよね。まあそういう悩みを抱えてたこともあります。で、じゃあそれで人とコミュニケーションが取れてないかっていうと、別にそういうわけでもないんで、まあね、感情をコピーする訓練はしといた方がいいとは思うんですけど、結論言うと我が道をゴーイングでも全然いいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、ただその感情を持って人とコミュニケーションをどう取ったらいいのかなっていうお悩みを抱えている方に関しては、ぜひ今日の動画が一つの救いになれば嬉しいかなというふうに思います。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。